どうもエルザレットです。スプラス3の発売が迫ってきてますが、皆さん準備は進んでますか？今回は現在確定しているギアのまとめと今後増えそうなギアを予想したりしたいと思います。ギアは武器の生命線である場合もありますので、把握しとくにはいいことかと思います。今のうちにギアを考えるのも楽しいですからね。スプラ2で楽しくお試ししておくのもありかと思います。では早速いきましょう。現在公開されているギアに関してなんですが、プーしてる方からすると、見慣れたギアが多いかなと思います。結構2からの引き継ぎが多いので、僕とか2が軸だったので、違和感なく構成を組んだりすることが可能かなと思ってます。どれくらいのね性能が引き継いでるかはわからないですが、すごくいいんじゃないかなと思います。なのでギアを2で組み立てて3の環境に合わせて使っていくのが、一番下準備としてはできることかなと思いますので、ぜひ皆さんも考えてみてください。現在分かっている新ギアは2種類ですね。それぞれの使用用途と考察をしていきたいと思います。1つ目はアクション強化ですね。イカ登りとイカロールの強化になります。こちら公式の方でもしっかりと出てましたね。で、イカ登りに関しては必要なチャージ時間を短縮するという効果があります。敵から逃げるときとか、すごく便利な機能かなと思います。で、イカロール、連続して使用したときに速度減少を抑えるという効果でした。で、さらにこの2つを使用したときには武器の精度が落ちるという仕様がありましたので、多分レティクルの幅が広がるのではないかなと思います。多分ブレ幅が広がるんだろうね。ジャンプしてブレ幅が広がりますので、多分それと似たような作用ではないかと思います。またここで気になったところとしては、イカロールを連続して使うっていうのに多分リスクがほとんどないのではないかと予想してます。理由としては今回上がったように速度減少を抑えるという表現しかなかったんですよね。あとブレ幅、この2つなんですけど、速度減少に関しては例えば3回連続で使うのさすがに状況としてどうなのかって思うので、そこまではないんですけど、動画とか見る限り2回まで使用してるのを見た時に速度がそんなに遅いかって言われるそうでもないんですよね。なのであんまり影響はないのかなと。で、レティクルの幅に関してはちょっと見れないで何とも言えないんですけど、これがどれくらい広がるかっていうところ次第かなと思います。イカ登りに関してはどう使うか次第のところなので、そこまで気にしなくてもいいかなと。つけるんだったら本当前線寄りというか、結構つけるかどうか迷うところになるんじゃないかなと思います。続いてはサブ影響軽減ですね。こちらについては爆風ダメージ軽減回と入れ替えになるギアとなります。公式でもゴムの爆風ダメージを軽減したり、マーキングの時間を短縮したりするほか、スプリンクラーからのダメージはポイズンミストの影響を軽減とありますので、爆風ダメージ軽減回とあまり変わらないような状況となります。ただ影響軽減というところで考えるとダメージを抑える可能性もまだありますので、当日まで楽しみなギアではあるかと思います。で、このギアが爆風軽減と同じであれば2の環境と同様、ボムとかがね本当厄介なところではありますので、0.1 とか2とかつけてて損はないギアになるのではないかなと思っています。ではここまで判明しているギアの話をしたんですが、もちろん廃止になったギアも存在します。あとは不明なギアもあるので今回それをまとめたいと思います。まずは廃止から、メイン性能アップと爆風ダメージ軽減回です。爆風ダメージ軽減回に関しては先ほどのサブ影響軽減と被るので、もちろんなくなるかなというところですね。ただメイン性能アップは一旦登場なしになっていると思ってます。で、これによってどういう影響が出るかというと、まず2で疑似格ですね、デュアルだったりいろいろありましたが、このあたりが幅広い武器の活躍の場を作ってたんですけど、それが変わると、一気に環境が変わってしまうという状況になると思います。で、ここちょっと気をつけたいのがメイン性能アップと爆風ダメージ軽減回っていうところに公式の登場なしという言葉が何とも引っかかるんですよね。2の時ってメイン性能アップに関しては攻撃力アップ出ないみたいな話は言ってたんですよ。でも名目が変わって効果も武器それぞれになって登場してたので、
もしかしたら、まあ、サブ影響軽減のように違う名前で復活するのではないかなと。やっぱ武器の使用頻度とかいろいろあると思うので、あるんじゃないかなと思ってます。特にギールガンとかね、全然変わってくるので、このあたりはちょっと気にしているところかなと思います。ではここからは不明なギアというところなんですけど、まずイカ忍者ですね。まあ、ローラーとかでは必須級のギアでしたが、今回まだ見てないんですよ。僕はただ確認できないかもしれないんですけど、今回ワイパーとかね、一撃持ちの新武器が出てきてたりするので、まあ、これはアップデートで来るのか、それともたまたま発表されてないのかっていうところになると思います。で続いては怪物です。怪物攻撃力アップ、これはガチホコだったりとか、まあそうだね、ガチホコで欲しいところのギアになるかなと思うんですけど、特にボールド使いとか反射艇からするととても重要なところになるかなと思います。あとはこの怪物攻撃力アップに関しては、グレートバリアとかホップソナー、エナジースタンド、この辺り多分破壊ができると思うので、まあ、効率よく敵の盾となるものを壊すことを考えるととても重要なものの一つになると思うんですよね。なので怪物攻撃力がアップがないのはちょっと気になるなと思ってて、まあ、それかもともと倍率を増やすのかなとかね、武器自体の倍率を増やすのかちょっと気になるんですが、この辺りは見てないからこそ僕は欲しいギアですね。特にガチホコ大好きなんで、怪物攻撃力アップは欲しいなと期待してます。で次、ステルスジャンプですね。まあ、単純に無駄な前線復帰阻止が2多かったので、これなくなったんじゃないかなと今のところ不明ですね。まあ、原因はやっぱ前線復帰阻止が多かったんで、まあ、ここがね、まあどうなるんだろうね。ジェッパとかさ、いろいろあるから、まあ欲しいっちゃ欲しいギアであるね。じゃあ実際に廃止とか、まあ僕の方で確認できなかったギアの紹介をしたんですが、ここからはちょっと考察というか予想を立ててみたいと思います。今後増えそうなギアなんですが、まあアップデートで増えたら嫌だなとかまあ来てほしいな、どうかなっていうところで、僕が挙げたのは3つほどになります。まず1つ攻撃力アップ系ですね。メインとサブです。まあ、メイン性能アップの改良版という位置づけです。また1で登場した攻撃力アップの再登場があるのではと思ってまして、まあスペシャルとか復活しましたよね。それに伴って1をオマージュしたものがいろいろ出てくるのかなと思うと、まあギアパワーももしかしたら被って出てくるのかなという予想で攻撃力アップ系です。2つ目はメイン攻撃力アップです。サブ影響軽減があったので、まあ単純にメインの防御力アップもありかなと。これ1の影響を考えてですね、防御力アップが確かあったと思うんだけど、まあ、火力を上げるだけじゃなくて防御力にも振るという感じですね。まあ、今作一撃持ちの系統が結構増えてるような気もするので、まあ耐えるというのが非常に難しくなってる気がします。スペシャルも一撃のスピードがめちゃくちゃ速かったからね、一撃死も多いし、だそこを考えると耐えれるっていう意味ではメインだけでも耐えれるのは環境としてめちゃくちゃありがたいと思うんですよ。よくあったのが1も2も長射程環境だったんですよね。なのでそれを打破するための反射程の強化ギアとして来そうな気もしてます。では3番目ですね、インクタンクの増量です。これは今回若葉に特別なインクタンクがなさそうだったので、まああえてギアで出てくるのかなという予想です。まあ初心者向けのギアというところですね。まあボムの投げれる回数だけでなく塗りの持続などにも影響が出るので、まあ来たれ来たれ結構やばいギアだなと。ただサブとメインの両方を補ってくれるギアが出てくれるので、まあこれはすごくでかいかなと思ってます。もし出たらね。ただまあ、サブ効率メイン効率あるんで、まあ、それよりギアの恩恵は低めになってっていうそのバランスはあるかな。さすがにそこで増えすぎると大変なことになるかなと思うので、まあ、このあたりは出てくればっていうところですね。ちょっとあったら面白いなというギアになります。はい、ということで
今回は確定したギアと今後の予測でした。まあとりあえず攻撃力アップ系が今のところ登場なしとはなってるんだけど、名前を変えて登場する可能性はあるんだよね。まあ今回考察で出さなかった射程が伸びるとかね、もう最悪な感じは今一瞬したけど、まあそういうのもあると思うので、まあギアに関しては不確定な部分多いですが、まあ各武器の性能をさらに引き出すのだったりするので、とても重要かと思います。まあこの今確定してるだけでも、確定してるギアだけでも、やっぱ使ってとか今のうちに想定しておくとかなり有利になるかなと思いますので、まあ、発売が楽しみですね。はい。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。また考察系とかやっていくと思いますので、面白かったなら高評価とチャンネル登録ぜひお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。